ほら、全体の上の、さ、さきでーす。はい。今回は、マルキュー的動画です。ターゲットの方は、タチウオでございます。お邪魔する、船宿さんの方は、長浦港の、粉屋丸さん。まあ、ルアーでね、めちゃくちゃ有名な、船宿さんです。他にもね、いろんな業種やってるんでね、ホームページ、概要欄に貼っとくんで、ぜひね、チェックしてみてください。それでは、準備乗船編ということなので、とりあえずね、準備は、もちろん、天屋なんですけど、こちらの船宿さんは、号数指定はありません。ただ、お祭りしないように状況を見て、使い分けるということで、夏立ちということでね、浅場のね、10メーター前後のポイントからの50メーター前後のポイントに移動するみたいなので、10号から50号用意していきたいと思います。そしてね、餌も持っていかないといけませんね。粉屋丸さんは、餌の方はね、持参ということなので、用意してください。私もちろんこのギュッとイワシを持っていきます。アミノ酸が添加されていて、身も程よく締まっていて、餌持ちが良い、このギュッとイワシ、旨味成分抜群です。こちら持っていきます。そして、もう一アイテム、ズドン。ギュッとイワシハード。餌がね、14センチ前後の小ぶりなタイプ。ということは、この夏立ち、10号から20号ぐらいまでの小さめの天野に抜群にいいです。抜群によろしいギュッとイワシです。こんな感じでね、小さい天野に見事にマッチしているタイプでございます。ギュッとイワシでございます。こちらを持って行って、浅場の太刀魚、行っちゃいたいと思います。そして、準備乗船編で皆さんお待ちかねの経路案内、受付駐車場までご案内したいと思います。どうぞ。国道の16号線ね、千葉市から木更津立山方面に走行していますね。で、一直線なんでね、もう全然迷うことはありません。で、お店は左側です。あ、早速着きました。粉屋釣り船店さんですね。で、着きましたね。で、これで左折で中に入っていって、左側が駐車場なんでね、駐車場に車を止めて、店内に向かっていきます。で、ここ忘れちゃいけません。このね、店に入る前にね、入り口の右側に乗船順番の番号札があります。代表者の方ね、人数分札を取って、店内に入ってください。で、お店に入って左側、机があります。受付用紙に記入をして、左奥のレジでお会計を済ませてください。番号札も忘れずに持って行ってくださいね。で、交換してもらうんですね。で、車の方は駐車証も受け取ってください。で、ここでお金を払って、港に向かいます。ね。港に向かう前に行くとこがあります。それはね、出てすぐ、左側、セブンイレブンがあるんですね。いいですね、近くにあるってのは。セブンイレブン、袖ヶ浦、長浦駅、北口店ね。ここで買い物をして、準備万端で、また早速港に向かいます。でね、左折してすぐ右レーンに行ってくださいね。右折なんで、ここでね、まっすぐ行っちゃうとね、一回左曲がって駅で U ターンして来ないといけないんでね。で、曲がってすぐ左ですね。周りの車もね、釣り人さんもね、いっぱいいるんでね、船釣りのね、粉屋丸さんのお客さんもいっぱいいるんで。で、ここを右折ですね。入り口があります。港の入り口があります。右折して、右側がもうね、これ、あ、もう皆さんいますね。で、駐車場はこんな感じでみんな止めてますんで、まあ、分からなかったらお店の人、あの船長さんに聞いてください。もう皆さんクーラーを下ろして準備してますね。はい、ということでね、分かりましたか。早速ね、浅場のポイントから始まります。もう早く見たいと思うんで、行ってみたいと思います。天野太刀魚釣りに、一滴、マルキュー。キュンキュン。
側線で振動とかね、まあ振動波動ね、それを受けて逃げたり物を見つけたりする。そして嗅覚を使い匂いで餌を見つける。目で視覚でね餌を見つけてアタックしに行く。それがね、まあ魚の基本は皆さんご存知だと思うんですが基本です。そしてタチウオの場合はタチウオ立って泳いでる時があります。これが一番臆病なタチウオ、警戒してない時です。やる気満々モードです。だけどね、横になればなるほど警戒していると言われている魚です。でこれ50号なんですけどちょうどいいですね。これがねブルブルブルと上がってきます。振動波動でお、なんかいるって気づかせます。匂いで餌だと気づかせます。視覚でうわーいったー餌じゃねーってなった時に、もしもね肩のね落ちた小さめのタチウオがいたら、でかーこれはちょっと食えねえなーとなりますね。それそこです。そこでギュッとイワシハードね、ギュッと言うしハードです。ドーン来た時に
小さめのねタチウオが、おお、ちょうどいいじゃん、食べるしかないんじゃねえなんてね思ってアタックしてきてくれます。でもちろんねドラゴンサイズも、ね、捕食してるベイトがこれぐらいの小さいサイズの時にこのね大きいベイトが来てもやっぱりね振り向いてくれません。こちらですよね。そうすると捕食してるベイトと同サイズが泳いできたら、あのドラゴンさんもズドンと食ってくれます。これね餌持ちもね本当にね締まってて巻きやすいね、本当巻きやすい、綺麗に巻けますね。まあ今回ね当たったりしてもね2回目3回目使える時もあります。ぜひねこのねギュッとイワシハード使ってみてください。そしてこの普通のねギュッとイワシも30号ぐらいまではねちょうどいいサイズまでいきます。ぜひともね使ってみてください。このねギュッとイワシとギュッとイワシハード使ってね実調してみたいと思います。長浦湖粉山丸さん実調編です。キュンキュン。
全国の八王ファンの皆様、お待たせしました。八王でございます。ポイント移動してやっと動き起きた。盛り上がっております。バレないでよ。ありがとうございます。楽しいね。楽しいね。渋かったですね、これ。あんたが思ったらやっぱり渋かった。あ、天野で。私、候補を打った。走り水の方に行ってからも、はい、やっぱり小さいのも、肩のちょっと落ちるやつも、取ってないと、かすみがある。そこなんですよ。移動してから、
私全然釣れなくて、隣の方とかがなんか免許級だったのか、なんかちっちゃい原野に変えて釣ってたんですよ、はい、やっぱそのサイズの小さめのやつ、はい、やっぱそういう感じなんですか。そうですね、その中でやっぱりその中にドンってやつが入ってた。じゃあ天然をちょっとサイズダウンさせてっていうのも、はい、やっぱ作戦のうちの一つ。そうですね、はい、一番はジグの関さんと天然さんと同線今してもらってますので、はい、その辺の課題がありますけど、まあ、その様子見ながら松んないようにう、ね、はい、コースを落としたり上げたりって、はい、調整しながらうまく釣れる人が10本なんですねいやー聞きましたやっぱ広範囲に攻めて、こう縦の広範囲もあるわけですし、はいはい、横の例えばちょっと投げて、はい、カーブホールでっていうのもあるわけですし、朝晩の時はそれで、ね、ちょっとカチカチって釣れて、あ今日の俺はなんか違うのなって思ったんだけど、いつも通りいつも通りって、じゃあこれからの立ち上の状況っていうのはどんな感じになってますか。結構良くなってきてるんですよね。当たりが良くなってきてる。一時はもうジグだけしか当たらなかった。違った時もあったんですけど、常に部屋の方が逆に当たりが多い時もあったりしてきてますので、どんどん良くなってきてる。じゃあこれからサイズもアップして、もっともっと目指せ150で。そうですね。一応レコードが148センチ。おおだそれはジグだったんですか。148センチ、ちょっとだけだったんです。もう一人いた。いやメスの150センチがいれば、はい、僕釣っちゃいますよメス限定で今はずっと遅かったの。いや、それでもいいですちょっとこれやっちゃいましたいやじゃあこれからは、まあ、どんどん連れてきて最後も上がってきてって感じで、最後の最後、もう口に原稿入るぐらいの、はい、でっかいのが目の前でバレました。そして船長喜んでましたね。いいよ取れたねなんて言っちゃってもう僕よそれによって食い方がその針金をものに食っちゃうやつと、まあ、甘噛みしてガンって食けないじゃないですか、あるじゃないですか、はいはい、ガプッていっちゃうと針金を食っちゃうんで、でそこで当たりでどんどん巻いてくると水面でみんなポロッとしちゃう。それなんですかね、水面でバレちゃうのはほとんどが針金で、あの歯が残ってる感じに、針の方に口が立ってる。なるほど、あまりこだわらない方がいいです。こだわらない方がいい。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。どうもまたよろしくお願いします。というわけでね、いや大変だった、心くじけそうになりました。だけどね、まあでもトップが10本で5本取ったからよしってことで、皆さんこれからタッチ天野タチウオぜひともやってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャオ。